こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は NHK 連続テレビ小説カムカムエヴリバディの第4週第16話から第20話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。連続テレビ小説カムカムエヴリバディ第16話のあらすじは以下の通りです。第4週1943から1945、第16話は戦時中の日本に生きる人々の愛と苦しみを繊細に描き出しています。時は昭和18年1943年、日本各地で戦争の重圧が増す中、物語は稔と安子の夫婦に訪れる運命の分かれ道を書きます。出征前夜、年が安子に手渡したのはかつて彼が送った英和辞典。この辞典には稔の愛情と戦地に赴いても英語を通じてつながりたいという思いが込められているように感じられます。この象徴的な贈り物は二人の未来に希望を残すものであり、戦争という悲劇に翻弄される若者たちの切なさが胸に響きます。その後、戦地へと送り出された稔の子供を安子が授かったことがわかります。新しい命の知らせは戦時下での唯一の救いとも言えるものでしょう。しかし一方で米軍との戦闘の戦果が日々報道され、次第に戦況は厳しさを増していきます。そして稔に続いて勇までも徴収されることが決まり、緑が嘆き悲しむ様子が書かれます。この家族の悲しみは戦争が多くの家庭に苦しみをもたらした時代の痛みを象徴していると言えるでしょう。そんな暗い日々の中で安子が女の子を出産するという明るい出来事が訪れます。年とともに決めたるいという名前に安子は稔の思いを感じ取ります。家族にはその意味がわからないままですが、安子はルイ・アームストロングの音楽を子守歌代わりに赤ちゃんに聞かせます。このシーンは稔の好きだったアメリカのジャズという音楽が日本の戦時下においても消えずに受け継がれていく様子を象徴しており、音楽が文化や国境を越えて命をつなぐ力を持っていることを強く感じさせます。ルイ・アームストロングの曲が奏でられることで戦争という重い現実から一瞬でも逃れ、愛と平和を感じさせてくれるひとときが生まれるのです。この音楽の存在が稔の不在を埋め、母と子の間に深い絆を育むものとして書かれています。戦争の暗い影が日常に忍び寄る中で、音楽や愛といった普遍的な価値がどれだけ人々を支えてきたのかがこのエピソードからはひしひしと伝わってきます。これからもカムカムエヴリバディは歴史の重みと人間のぬくもりを絡めながら進んでいくでしょう。この先の物語でどんな未来が待ち受けているのか、ますます目が離せません。連続テレビ小説カムカムエヴリバディ第17話のあらすじは以下の通りです。第4週1943から1945、第17話は戦時下の苦しみと家族の絆を痛切に描き出しています。昭和20年1945年、終戦が近づくも空襲が激化し、都市部が次々と焼き払われていく中、岡山も戦火に巻き込まれていきます。この時代の重い空気がドラマ全体を覆っているようです。物語の冒頭で描かれる安子が娘類を連れて橘屋に帰る場面は、わずかながらも日常のぬくもりを感じさせてくれます。久自慢のおしるこに舌鼓を打つ類、そして安子に生まれた日の思い出を語る小静。このシーンは戦火の下でも家族がつながっている幸せな瞬間を象徴しています。さらに工場で忙しく働く金太も駆けつけ、久しぶりに家族団らんのひとときが戻ってきました。このような場面が戦争の悲惨さの対比として視聴する者の心をより深く動かすのです。しかしその幸せな時間もつかの間のこと、戦況は悪化し、岡山でもついに空襲が始まります。焼夷弾が降り注ぐ中、安子がルイを抱えながら必死に逃げ回る姿には戦争の悲劇が鮮烈に表現されています。この命がけでの逃亡劇には
見る側も安子と共に走り、息を呑む緊迫感を覚えることでしょう。昭和20年の日本では、こうした恐怖が各地で繰り広げられていたのだと改めて実感させられます。そして翌朝、安子は娘を緑に預け、岡山の商店街に向かいます。しかし、目の前に広がるのは焦土と化したかつての賑やかな町。絶望感が漂う中、呆然と座り込む金太との再会は、家族の無事が絶たれた現実を突きつけます。悲しいことに、久と小静は防空壕で命を落としていました。家族の安寧を祈り続けてきた彼らが、戦争の犠牲となってしまう結末には、戦争の無情さがにじみ出ています。カムカムエブリバディは、このようにして戦争の苦しみをリアルに書くことで、過去の日本が抱えていた苦悩と悲しみを伝えています。安子にとっては、家族を失った悲しみと、ルイという希望の命との間で葛藤しながら生き抜くという思い道が始まったばかり。ルイにとってもこの戦争の記憶がどのように影響していくのか、これからの展開がますます気になります。連続テレビ小説カムカムエブリバディ第18話のあらすじは以下の通りです。第4週1943から1945。第18話は、戦後の混乱と家族の絆を描き出し、戦争の傷跡がいかに人々に深く影響を及ぼすかを教えてくれます。昭和20年8月15日、ついに終戦を迎えましたが、岡山は空襲により焼け野原と化し、多くの人々が大切なものを失いました。安子と父の金太も例外ではなく、久と小静の喪失に深く傷つき、日々の生活もままならない状況に陥っていました。安子にとって、終戦は新しい未来への一歩ではなく、かつての幸福だった日々を取り戻すことができないという現実を突きつけられる日でもあったのです。そんな絶望の中、安子は焼け跡の死で偶然にも小豆を手に入れます。その小豆は、亡き久と小静への供養としておはぎを作るという希望の光となりました。この決意には彼女が亡き家族に思いを届けたいという強い意志が込められており、安子が母親として、また一人の娘としての強さを見せる瞬間でもあります。そして、安子は金太にあんこの作り方を教えてほしいと頼みますが、心に深い傷を負った金太はその気力を失っており、拒絶してしまいます。金太にとっては、家族が平和に囲まれていた過去が失われてしまったことへの嘆きが深く、戦争の苦しみが未だに消え去っていないことがうかがえます。それでも安子は諦めず、一人で試行錯誤しながらおはぎを完成させました。そのおはぎには、戦時中の配給が厳しいため砂糖は入っていませんが、亡き家族への思いが詰まっています。そんなおはぎを食べた金太は何かが吹っ切れたように、焼け跡に残っていた橘の砂糖を探し出します。この行動は彼が再び家族のために立ち上がろうとする決意を象徴しており、安子の強さが周囲の人々に生きる力を与えるというメッセージが込められています。戦時中の苦しみと戦後の混乱を背景に描かれる家族の絆が、この回の見どころです。日本全土が打ちひしがれ、失ったものの大きさに耐えられなくなりながらも、人々は小さな希望を生み出して生き抜こうとしています。安子のひたむきさや金太の復活の兆しが、これからの橘の再建への道筋を示しているようで、次の展開に期待が高まります。連続テレビ小説カムカムエブリバディ第19話のあらすじは以下の通りです。第4週1943から1945。第19話は、戦後の復興と悲しみを抱えながらも前へ進む家族の姿を描き、日本の歴史の苦難を鮮明に映し出しています。昭和20年の岡山、空襲で町が焼け焦土と化した中、安子は亡き久と小静に捧げるためにおはぎを作り始めます。彼女が父金太におはぎの作り方を教えてほしいと懇願するシーンは、戦火で失われた家族への思いをよみがえらせ、また新たな絆を作り出すもので、家族の温かさと戦争の無情さが切なくも力強く書かれています。金太は当初、
失意の中で安子の頼みに応じることを躊躇しましたが、次第におはぎ作りを教えながら失われた菓子職人としての情熱が戻り始めます。この再生の瞬間は、戦争によって奪われたものがいかにして少しずつ人々の心に癒しと希望をもたらしていくかを象徴しており、視点を変えると日本全土が復興へ向かうエネルギーをも感じさせます。時が経ち、10月には岡山の百貨店が営業を再開し、町が徐々に復興していく様子が書かれています。金太はかつての和菓子屋立花を立て直すと安子に宣言します。その決意は家族の誇りであり、失ったものを取り戻すという強い意志を表しており、この先の展開に大きな期待を寄せさせます。そして安子もまたその夢を支えようと菓子の材料を手に入れるため奔走し、焼け跡に掘ったて小屋を建て商売を再開するのでした。戦時中の砂糖不足を受け、安子と金太が人工甘味料を使って作った和菓子は、甘いものに飢えている人々に大変な人気を博しました。このエピソードは当時の物資不足と人々の工夫、そして日常への渇望をリアルに書いています。甘味が日常に戻る喜びが戦後の小さな幸せとして人々に伝わり、和菓子が売れていく様子は日本の復興に向けた一歩一歩が共感を呼びます。そして木島家を出て掘ったて小屋で暮らし始めた金太は、その晩家族が再び揃う夢を見て息を引き取ります。長い戦争とその後の苦難を超え、最後に家族に囲まれた夢を見る金太の姿は、戦時の苦難の果てにある平穏を象徴し、深い余韻を残します。連続テレビ小説カムカムエブリバディ第20話のあらすじは以下の通りです。第4週1943から1945、第20話は家族の絆と戦争の残酷さが交錯する心に残る展開が書かれています。安子の父金太は戦後の焼け跡の中で菓子屋立花を再興しようと奮闘していました。長年の伝統を守り、再び家族や町のために生きる意志を取り戻した金太が再興の夢半ばで命を落とすシーンは、戦争がいかにして人々の希望を奪い去るかを鮮明に伝えています。金太の最後に立ち会ったのは彼と安子が作った和菓子を盗もうとした少年でした。この少年が売上金を持って金太の元に戻り、金太の死を安子に伝える様子は、戦後の人々の生きるための苦しさとそれを乗り越えようとする人々の心を象徴しています。金太はこの少年をサンタと呼び、錯乱しながらも亡き家族や夢にすがる姿が痛ましさとともに、どこか救いのない深い余韻を残します。やがて時間は流れ、戦後の日本も再び立ち直りを見せる頃、そんな中安子は戦前に夫実と一緒に学んでいた英語を再び始める決意をします。基礎英語講座の放送が再開されたことを機に、安子は英語の勉強に夢中になり、戦地から実が帰ってくる日を心待ちにしながら心の支えを取り戻していくのです。この英語の学び直しは、愛する人と再会する日を夢見て苦しい現実を乗り越える力を与えてくれるものであり、戦後の多くの人々が抱いた希望そのものでした。その後、弟の勇が無事帰郷し、安子はささやかながらも再会の喜びを味わいます。しかしその数日後に訪れた復員兵が稔の戦死を告げる知らせを届けることで、安子の心には再び悲しみが訪れます。彼女の必死の思いも虚しく、愛する人を戦争で失う無情さがここに現れるのです。戦後復興の中で自分を支える拠り所を見つけ、愛する人と再会する日を夢見て生きる安子の姿には、日本中の戦後を生きた人々の姿が重なります。夢を追い続けながらも現実の厳しさに打ちのめされる姿は、戦後の家族の悲しみとその中で生き抜く強さを改めて感じさせます。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったら
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。